変わらせてもらおうか。貴様の魂ごと。どうも、天城カイトです。さあ、本日なんですが、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンをね、早速使ってデッキ作ってきたんで、やっていこうと思います。新パック2月1日から発売されるこのモンスター、もう待ちきれないんで、強引に、スキルで使っていきたいと思っております。現状実装まだされてないんですけれども、スキルで使えるんで、もう強引にスキルで使っていこうっていう、そういう企画ですね。で、このスキル、デュエル開始時に自分のデッキにギャラクシーアイズフォトンドラゴン1枚追加するっていう、まあ、スキルなんですけれども、このスキルを使ってもじゃあどうやって出していくかっていうね、感じなんですけども、今日はですね、聖国で出していくことにしました。聖国デッキっていろいろまあいるんですけども、こいつがねアトムスっていうね、これ寿司三昧って呼んでるんですけども、寿司三昧やってるでしょ。この寿司三昧さんの効果なんですが、オーバーレイウィットを一つ使うとデッキからドラゴン族モンスターをなんか何でも、まあ、高中ゼロになりますけど出せるんですよ。だからギャラクシーアイズって、まあ、効果また改めて説明しておくと、こいつの、効果はですね、バトルステップに、相手用のモンスター1体を対象にして、そのモンスターとフィールドのこのカードを除外すると、このカードで除外したモンスターをバトルフェーズ終了時に戻ってフィールドにお互いにね。で、エクシズモンスターを除外したらなんか打点が上がるよっていう効果を持ってるんですよ。だから、0-0 でも別に、まあ、そんなに、困らないという、まあ、効果を持っていまして。だからまあ、しかも戻ってきたら、打点戻るんで、非常にね、相性がいいと。でですね、聖国って今まで先行でやることなかったんですよ。先行でこれですね、なんとですね、先行でやることができまして、このカードぶち壊れてるんですけど、これカイトさんのレベルアップ報酬でねゲットできる破滅のフォトンストリーム、ギャラクシーアイズがいると速攻魔法でフィールド上のカードを1枚選択してゲームから除外できるっていう、だから先行でアトムス立ててギャラクシーアイズ出してきて、これセットしとくと相手のカードをフリーチェーンで1枚何でも除外できるっていう、まあジンナビみたいなねことできるんですよ。強っ、最強か。まあちょっと3積みはさすがにやりすぎっていう話はありますけどね。あとこれ1枚しか入ってないんで引いちゃうとね、だからすげえ困る。まあ一応ギャラクシーアイズの召喚条件として自分のフィールドの攻撃力2000以上のモンスターをリリースすると手札から特殊ができるっていう効果があるんで、まあ、聖国とはリリースなんで相性そんなに悪くはないんですけど、まあ、攻撃力が2000以上のっていうのついちゃってるんでね、ちょっとそれがね難しいんですが、2000以上になんかなってないから聖国って結構なんですけども、まあ、一応手札に引いても一応出せることは出せるっていうことで、まあ、そんな感じのデッキとなっております。で、ギミックはいつもの聖国と一緒でですね、ランク6、ここがおそらく、フォトンストリークバウンサーに新パックが来たらなると思います。アトムスで、ギャラクシーアイズ出してきて相手のモンスター除去して、でなんかアトムスをなんかガイアドラグンで殴ったりとか、まあ、そんな感じの展開をしていこうかなというふうに思っております。で、これをガン積みした手前、枠がなくなりまして清掃2枚くらいしか積めませんが、バック、干渉というかバック対策はこのくらいしかありません。知りません。強引に使っていくんで、ギャラクシーアイズ。結構ね、すごい試合取れたんでね、対戦見ていきましょう。デュエル、スタンバイ。懺悔の用意は、できているか？デュエルモード、フォトンチェンジ。さあ、狩らせてもらおうか。貴様の魂ごと、デュエル、スタンバイ。毎回さ、デュエル始まる前にこれ言うのすげえ疲れるんだけど、カイトさん使ってると結構疲れるわ。最初言うこと、サンドドラゴン OK、 レベルコピーサンドラーでしょうね。さあ、孤高の獣の効果、ゲームからモンスターを除外し、モンスターを除外した、そうそういうことだ。いいぞ。でサンダ、いいだろう、それはいいだろう、そこまではいい、悪くないだろう。ハンドはまあそこそこ強いので、汗と言いますから、消臭力で、まあ、シール持ってきたら、一応ね、ギャラクシーアイズは出せそう。だね、除外するとね、効果発動するんでね、サンダードラゴンって。まあ、ちょっとそこ相性あんま良くないかなと思うんですけども、まあ、破滅のフォトンストリームは普通に強いとは思う。ワンキルできるんだったら使う。ドローカード。あ、強いですね。消臭力今強い。バックなくてよかったな。消臭力効果。まあ、トフェに持ってくるでしょうね。トフェに持ってきて、まあ、トフェに特殊召喚でしょ。トフェに特殊、これネフテから行った方が良さそうだな。
ワンキルなんかできそうじゃないですか、これ。できんかったらごめんなんだけど。ネフテドラゴン特召喚。トフェに効果でリリースされたらラブライバーを特召喚していく。で、ネフテ効果、ネフテ効果、アセットで、まあ、ちょっと、これ破壊しましょう。一回ね。こいつはなんか、ほっとくとワンキルできないんで。バン。で、獣効果、墓地に送られると、デッキから、なんか、なんでも、自身以外の、サンダー、自身以外じゃないや。そうだな、ね。自身でもいいのか。デッキからサンダードラゴンを特殊召喚していく。ラブライバーを特殊召喚。でだ。とりあえず寿司三昧か。ラブライバー2体で、オーバーネットワークを構築。エクシーズ召喚。寿司三昧。これで、召集の聖国院発動。2体処理すればいいんだろう。2体処理すればいい。2体処理して、打点を、ちょっとクリボール持ってたら嫌だけど、死ゆじゃねえな。これ、ネフテ持ってきたらいいのか。ネフテ持ってきて、まだ俺、召喚券使ってないですよね。だから、ギャラクシー出してきて、フォトンで除去して、ネフテで除去して、6、1、あ、なんかいけそうだな。2除去、3除去。え、これ、高校で3除去飛ばせるって神ゲーか？で、寿司三昧効果が先か？これでリリースしてみるんだ。寿司三昧効果発動。寿司三昧効果、ラブライバーを墓地に送って。そうだよね、これ、でも破滅のフォトンストリームがあるから。アセット出してきても意味ないし、そう、このデッキはギャラクシーアイズデッキ。闇に輝く銀河よ、希望の光となりて我がしもべに宿れ。機械の化身、ここに降臨。現れろ、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン。しょ、かっこいい破滅のフォトンストリーム。アドバンス種、出会って5秒で出会って5秒でおさらば。そしてネフテドラゴン効果発動。クリボールだけ本当にやめてください。クリボールガチでやめてください。さあ、雷電流 OK。 滞在時間5秒。ラブライバーを特殊召喚。そしてレベル5ネフテドラゴンにレベル6ラブラドライドラゴンをチューニング、シンクロ召喚。でもこれ本当に褒めてよ、これ先行のあのサンドラ展開さ、こんだけ返したの褒めてくれ。スキル発動、カム化身ギャラクシーアイズ、これ手札に持つんだっけ。あ、 OK。 で、インチキ効果エクシーズ、なんか上に重ねてインチキエクシーズ。寿司三昧からのガイアドラゴンバトル。ちなみにこれギャラクシーアイズ出せんのかい、これ。コズミックサイクルの相手使ってくれてたらね、今ギャラクシーアイズ出して勝ったんですけど、今の展開はさすがに褒めて。さあ、お相手またバランス出た。サッシュビーとか25枚ちょ、わかんねえな。消臭力、まあこれはまあでも破滅あるんで、ギャラクシーアイズ出しに行きましょうか。アセトドラゴンを手札に加え、そしてアセトドラゴンを攻撃表示で特殊召喚。そしてアセトをリリースし、私有ドラゴンを特殊召喚。アセトドラゴンのリリースされた場合のモンスター効果、ラブラドライドラゴンをデッキから特殊召喚。レベル6が2体。来るぞ秋、来るぞ秋って初めて言ったわ。シーフとラブラドライドラゴンでエクシーズ召喚。寿司三昧、寿司三昧のモンスター効果、闇に輝く銀河よ、希望の光となりて我がしもべに宿れ。光の化身、ここに降臨。現れろ、ギャラクシーアイズフォトンドラゴン。かっこいい、
0-0 だけどね、まあ、あんまり関係ないんですよね。でもギャラクシアイズ一応バトルさえ行えれば、まあ、バトル行える環境じゃないんですけどね今そんなにバトル行える環境ではないんですけども、これはメインフェーズ以外で打てば変身できないんで、メインフェーズ以外で打つようにすればいいんでしょ、破滅のフォトンストリームを。急にウィッチクラフトマスターベール出してくるやつね。 OK、 これマスターピース落とされるかな。誰も一人じゃない、それこそが生きてる意味だから、時として出した音が不協和音でも。皆さん、マスターピースっていう主題歌歌ってるミヒマル GT って覚えてます？ゼアルの。俺ミヒマル GT って、俺大人になってからゼアル見たんですけど、ミヒマル GT ってブラックコア、ちょギャラクシーやめて。まあそのぐらいだったら許してやろう。ミヒマル GT って聞いてめっちゃ懐かしかったわ。主題歌ミヒマル GT で出てミヒマル GT ってなったわ。これマスターピースですかね。マスピマジでやめてほしい。サボタージュ、あ全然いいわ。メインフェーズ終了前まだだな。エンドフェーズ破滅のフォトンストリーム。オーケー、よしさあモンスター除去ってやったぜ。ちなみにモンスターでも魔法トラップでも除去れるぜ。いやーこれちょっと展開できねえな今ね。一応あれですね、今のところこの人仕事しません。パトロナス強いな。パトロナス普通に強いわ。で除外されているウィッチクラフトを戻して、なんかウィッチクラフトの魔法カードを持ってこれるという効果。はい、いやそれ普通にアドバンテージ稼がれるからな。これちょっとモンスター召喚されたらマジで負ける。普通にちょモンスター引くな。事故れバランス言うて所定安定スキルなんでね、所定以降はそんなに安定しないと思うんですよ。オッケー、こっからは引き勝負。私は何を引けばいいんだ。何らかのモンスターか、何らかのモンスター、汗とか消臭力、汗とか消臭力、13分の5、5、あ、さっき使ったから、4か。いやだな、ネフテはそんなにいらない。ネフテはそんなにいらんのよ。まだ無理だな。ちょっと最悪、このギャラクシーどっか行ってもらうわ。最悪ね、最悪の場合。もうなんか、めちゃくちゃさ、なんかそのアドバンテージ稼がれるからさ、結構きついんだよね、これ。いや、無理、ちょっと本当に頼む。消臭力かなんか来てくれ、頼む。エンドフェーズ、もういい、オッケー。で、ちょっとそろそろ本当に、ちょ、やめて、モンスターやめて。膠着しすぎなんだよな、この状態。このね、攻撃力ゼロで相手のモンスターがいない場合、マジで本当意味ないんだよ、これ。マジで本当にただの置物とかしています。置物ゲー、トフェニか。トフェに1があるか。トフェに、汗と召喚して、トフェに召喚して、これ召喚だ。ちょ、ごめん、ギャラクシーアイズ。ちょっと君、ほんと邪魔。ギャラクシーアイズデッキとは。ギャラクシーアイズデッキとはこれいかに。ですね、これで、トフェにモンスター効果によって、ラブライバーを特殊召喚していく。で、ネフテでちょっと強引に展開していきましょう。ネフテ。さあ、ネフテリリースして、ネフテ特殊召喚し、ネフテドラゴンのリリースされた場合のモンスター効果。デッキ墓地から、ラブラドライドラゴンを特殊召喚できる。そして、レベル6が2体。伏せカードは、なんか、よくわかんないけど、ブラックと呼んでいる俺は。ラブラドライドラゴンとラブラドライドラゴンでオーバーレネットワークを構築。エクシーズ召喚、寿司三昧。さあ、寿司三昧のモンスター効果、よーし、神ゲー。ギャラクシーアイズは下敷き。さあ、お相手の方、わ、出たー、筋肉マン来た。強い。破滅のフォトンストリーム三積みしてるからね。こっちギャラクシーアイズ1枚しか入ってないけどね。
破滅のフォトンストリーム3積みっていうマジでやばいデッキあの作ってきてるんで、ね、こっちでアセトドラゴンを召喚していく。さあこれ安定の先行でね、やっぱねこのね一妨害あの安定して構えられるのめっちゃ強いんだよね。まあこれ正直あの反射の聖国院とかマッサスの聖国院をなんか伏せといても同じみたいな意見あるんですけど、ぶっちゃけで言っちゃうとその同じなんですよ。反射の聖国院伏せとけみたいな話あるんですけど、まあこっちのあのデッキの場合はリリースする必要ないんで、それが強みっていうところはありますね。やべ、ちょっと召喚工場に乗せると破滅の闇に輝く瞳がどうのこうの、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンカードを1枚セットターン終了。反射の聖国印とか、マスターズの聖国印っていうのはあの聖国をリリースしなければならないっていう効果あるんですけども、ギャラクシーアイズはギャラクシーアイズがいればいい。うわああもう、まあでもギャラクシーアイズは一応バトル行えればまあ吹っ飛べるんで、ね、吹っ飛ばせるんで、お聖国じゃん、お気が合うね、出たこれギャラクシーアイズ出てくるのかな、もしかしてそんなわけないか、そんなわけないですよね。トペニーからのまあね聖国はね高校取った方が結構有利なんだよね。まあ一応あの抹殺の聖国院あったんで、まあ一応それ使えれば強かったんですけど、あブルーアイズ、ほうブルーアイズアセドラゴン8にしていく、なるほど、88にしていく、あやばい、ちょっとマジでやめて、ちょ本当にあのエネアード勘弁ちょっとマジでごめんなさい、おいそっちドラッグルーオン、えこれってさあこれパクられる、え嘘でしょ、嘘だよ、ちょ嘘いやいやそれはないわ、ほんおいふざけんです俺のだから返せよ、ふざけ、これもしかしてこれワンちゃん俺のフィールドに持ってるみたいなですよねどうしたらいいのこれちょっと待ってくださいね、ちょっと考えますえこのハンドなんかできるか、このハンドなんかできるのか、トフェに特殊召喚してもアセット召喚何もできないもんな、何もできない、アセットトフェに召喚無理、アセット召喚無理で、ガイアドラグーンにしたところで何も起きない、いやーやってることおかしいよ返してよ、それ俺のやつなんだけど、などういうこと、嘘だよ、なんか3500のギャラクシーアイズ相手の盤面にいるんですけど、これ何よっきこれ、こんなことある、こんなことが許されていいのか、いやこれは犯罪だわ、これは本当懲役50年くらいはあるぞマジで破滅のフォトンストリームやかましいわ。